も、ブンキャラです。大阪行ってきました。大阪でオフ会楽しんできました。すごく楽しかったです。いやもうめっちゃクタクタだねみんなも疲れたと思うんでゆっくり休んでください。今回ね、大阪に行ってきたということで、ブンキャラプレゼント企画をまたやろうかなと思っております。今回は1名様です今回は1名様に大阪お土産セットをプレゼントしようかなと思います。じゃあちょっと紹介していきたいなと思います。まず一発目のプレゼントがですね、ドーン、見てください。ボケるな。じゃん、食い倒れ人形ストラップです大阪といえば、彼でしょう。まずこのストラップ、そして食い倒れ太郎絆創膏です。紅白の絆創膏ですね。はい、次がマヨおかき、ハンドタオル、ソックス、かわいくね。ということでこのね、食い倒れ太郎セットを1名の人にプレゼントしようかなと思っておりますので、この動画のねコメントに欲しい人は欲しいよって書いてくださいでね、今回のオフ会に参加した人も全然応募してもらって構いません。それもね、一つの運命ということで、全然応募してもらって構わないので、どんどんコメントしてみてください。ということで、最後にね、メープルバームからの、メッセージでこの動画終わりたいなと思います。あとね、締め切りは17日までにしようか。はい、ということで、ブンキャラでした。ではメッセージどうぞ。どうも、ブンキャラです。どうもの分からです。ユンです。メープルバームです。よろしくお願いします。はい、今回はね、オフ会に参加していただきありがとうございました。ありがとうございました。本当ね、みんなには何もしてあげることができなかったんですけど、まあ、ちょっとでもね、楽しんでもらえてたらなと思っております。はい、なんだろうな、もう感謝しかない。感謝しかないね、本当に。でまあね、次会う時っていうか、またね、早めに何か企画するんで、皆さん会いましょう。また、はい、またなんかいろんなことしてね、そうですね、また食べ歩きしたりとか、カラオケ行ったりとかゲーセン行ったりとかね、楽しかったんで、はい、また、てかもうみんなそれぞれねバイバイするときに本当に心苦しくて、まあ俺は泣いたけどね泣いたね、泣いた、カムイの時にも死んだね、泣いたね、もう、いやでもみんな辛かった、本当同じぐらい、辛かった。でもね、次回に会う時のためのね、さよならではなくて、そうそうそう、また会おうなんでね、なんでね、また会おう、また会おう、もう俺ら疲れたんで、観光せずに帰ります。帰ります。大阪城まで来たけど、あの来たんだよ、ちゃんと今来たけど、ここでもういいです、もう満足満足したということで、また会いましょうと、会いましょう、ありがとうっていう動画でした、はい、動画でした。次回ね、集まるとしたら東京でまたやると思うんで、関東で行きましょう。はい、はい、その時ね、参加できなかった方、今回参加できた方ね、関わらずね、また皆さんね参加してください。はい、何かいいことが待ってます。はい、参加してくれた方には何かいいことが待ってると思います。そうですね、はい、はい、ということでメープルバームでした。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。